SBI 証券投資情報部シニアストラテジストの浅井でございます。この時間はですね、ストラテジストの視点ということで、皆様からいただいたご質問に対して回答していきたいという,ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、まず一つ目の質問ですね、えー、早速ですけれども、ご質問にお答えいたしますと、マーケットを見るコツは、を拝見いたしました、えー、米国の CPI は CPI とコア CPI で、日本の CPI は CPI とコア CPI、まあ、コアコア CPI の3問立てで、金融政策を占う上では、あ米国に関しては CPI とコア CPI を見るべきで。 日本に関しては CPI とコアコア CPI を見るべきというふうに理解しているんでしょうか、理解になるのでしょうか、前回動画よりも、ですねもう少し掘り下げたご指導いただけると幸いですということで、ですねありがとうございます。 でまず、ねまあ、CPI とか、まあ、コアとかコアコアとかですね、まあ、なかなかこういろんな単語が出てきたんですけども、まあ、これあの、日本とです、ね、ア,メアメリカのまずはこの物価の見方ですねちょっとこれ、おさらいして見ていきたいというふうに思います。 こちらのグラフなんです表なんですけどもこれ日本とです、ね、アメリカの,です、ね、この物価指数の見方ということで,です、ね、まとめているものなんですけどもまず左の方ですねアメリカなんですけどもこれあの一番上のところにです、ね、消費者物価指数先ほどから出てきている CPI。 でそれとです、ね、もう1つ個人消費支出価格指数 PCE デフレーターというふうにあってです、ね、これ赤い方がですが、ね、赤くこう強調しているのがこっちなんですけどもどういうことかというとアメリカの物価指標特にその金融政策を占う上ではでは、ね、ベンチマークとなっているのがこの赤い個人消費支出価格数 PCE デフレーターなんですよね。 でアメリカはこの2つの,です、ね、あの物価指標がありましてより広範な物価をです、ね、捉えたのがこの PC デフレーターではあるんですけれどもただあの発表のタイミングがあ、まあ、やや遅いと。 PC デフレーターはです、ね、翌月のまあ下旬末ぐらいにです、ね、発表されるんですけども CPI はそれよりも、ね、12週間ほど早い15日前後に発表されるということになるのでマーケットとしてはこの速報性が高い CPI を注目しているということになりますただベンチマークになっているのはこの PC の方なんだよというふうに見ていただくということですね。 であのいわゆるその総合で見たです、ねまあ、一番大きな囲みになっているのがです、ねこれまあ、物価全部の動きですね、まあ、総合の消費者物価指数なんですけども、まあ、その中から食品価格、エネルギー価格、まあ、要はその値動きの激しい項目というのがあるんですけどもこの2つの項目を除いたものがですねこの 下の方のですね。緑のところでですね。まあ、食品エネルギーを除く消費者物価指数、あるいは食品エネルギーを除く。まあ個人消費支出ということになりまして。まあ、コア cpi えコア rpc デフレーターというまあ、こういった言い方になりますよ。ということです。で、一方日本の方なんですけれども、これは同じようにですね。日本の場合はですね。この包括的なその物価を見る。指標は cpi まあ、消費者物価指数と。 でアメリカと違うのは PCE というデフ,レーター、PC、デフレーターという指標はです、ね、日本にはないので基本的にはこの消費者物価指数、まあ、あで見ていくということになるんですけれどもその中からです、ね、この生鮮食品価格を除くとこれ生鮮食品というのはこの野菜とかです、ね、魚とかですね あるいは生肉とかです、ねまあ、こういったものになってくるんですけれどもこういった生鮮食品の価格を除いたものがです、ね、この生鮮食品を除く消費者物価指数コア CPI なんですね、まあ、つまりそのアメリカのコア CPI というのは食品エネルギーを除いたもので日本のコア CPI というのはこの生鮮食品のみを除いたものでエネルギー価格なんか含まれているんですねこの物価の捉え方がです、ね、ちょっと違うというのがまず1つの注目ということになりますね。 でそこからさらにエネルギー価格を除いたもの、えー、これ赤いところですね、えー、生鮮食品、エネルギーを除く消費者物価指数、まあ、これがあのいわゆるその先ほど出てきたコアコア CPI という形になると。 で当然その、おまあ、アメリカと同じようにです、ね、このアメリカのコア c p i と表彰を合わせるというか、まあ、スケールを合わせたものがいち、ねえー、一番下にある食品エネルギーを除く、まあ、消費者物価指数ということです、ね、日本もこういう指標も実はあるんですけども、まあマーケットとして注目されているのはです、ね、この総合の消費者物価指数で生鮮食品を除いたコア c p i で最後、この生鮮食品とエネルギーを除いたコアコア CPI とこの3つを見ていくという、まあ、そういういい形になってまいりまりすで具体的にどう見ていくかということですねこちら見ていくんですけれども、まあ、先ほど申し上げたようにです、ね、まず左が米国なんですけれどもアメリカの場合は物価目標というのはです、ね、2%物価目標というのが掲げて金融政策が行われていると。 でここでいう2%というのはです、ね、正確には PCE デフレーターなんですけどもここは CPI として置き,か置き,、まあ、置き換えてまあ考えてはいるんですけども CPI 見ていくんですが CPI はです、ね、どうしてもそのエネルギーとか食品価格のです、ねまあ、価格変動の影響を受けるものですからこうなかなかこう伸び率が、ね、上下に振、ね、れやすいと、まあ、より安定的にです、ね、価格を見ていくのであればこういった値、ね、動きの激しいものを除いたコア CPI を見ていくと。 まあ、CPI ですねこう水準を見ながらですね物価の方向性を見ていくのはここは CPI である程度安定させたもの値動きというのをです、ねまあ、見ていく必要があるのかなという、まあ、そういう形になります。 で現状はですね赤いい方の CPI はですね,の I はですね一時期8%、9%近いですね伸び率からですね急激に今伸び率が鈍化してきているんですけれどもここはまあエネルギー価格がですね上昇したところからまあその上昇がまあ落ち着いてきているというのを反映していると。 でそれに伴って、ですね、まあ、コア CPI なんかもでじゃじゃに伸び率が減速してきているということで、まあ、やや一時期に比べると、まあ、インフレに対するまあリスクというか、まあ、警戒感というのはまあ後退してきているのかなと、まあ、ただ依然としてまあ高い伸びが続いているんでやはりそので金融政策としてはですね引き締め方向が続いているということになりますで一方、日本の方なんですけども、まあ、こちらはですね一番ヘッドラインになってくるのが赤い CPI ということで,でこれあの次にですねコア CPI これあの紫のラインで,ですまあ示しているものなんですけどもあの昔はですねあのやっぱりそのコア CPI 生鮮食品のですね値動きを除いたものがですね割とこう安定していたんでまあ過去を見るとですねやっぱりそのヘッドラインのですね CPI でこう水準を見ながらまあ,ある程度、ですねまあコア CPI でえー価格がまあ安定したまあ物価の方向性を見ていくという形でよかったんですけれども。 えーまあ、最近はですねやはりそのエネルギー価格の影響が非常に大きくなってきているということでですねこの緑のラインの,そのコアコア CPI というものがですね非常に注目されてきているということになります。でさらにこのコアコア CPI というのはですねこの生鮮食品とエネルギーの価格がの、ねまあ、除かれたものなんですけども、まあ、食品のですねこう生鮮食品ではないあの食品の価格というのが、ね、反映されているんですね。 でこの緑のラインとこの青いラインがですね、まあ、こう結構、ギャップが開いていて、まあ、青いラインはそんなに伸びてないんですけれども、まあ、緑のラインが結構伸びてますよねと、まあ、これ、食品価格の影響がです、ね、これ出てきているんですけれども、まあ、食品価格に関しては、その為替の影響なんかが出てきているということで、やはりその為替の影響が出やすいその緑の方が大きく伸びているという形になると。 だから、エネルギーの影響、あるいは為替の影響なんかを除くとですね。まあ、実勢的な物価の伸びっていうのはですね。この食品エネルギーを除く、まあ、C. P. I. ということになるんで、まあ、こういった動きもですね。注目されてくるんだろうという形にはなります。で、これ、一番上のラベルにですね。物価は結果というふうに載ってるんですけども。 こういうい、ね、アメリカも日本もです、ね、いろんなこのものの値動きを捉えた CPI というのがあるんですけれどもこれ実はですね、あくまでもこのいろんな経済的な動きがあった結果としてこのものの動きがあるという形になってくるので金融政策を見る上ではでは、ね、物価の動きを見るのは当然大事ではあるんですけどもやっぱその金融政策の方向性を占うという話になってくると実は物価だけの動きだけじゃなくてその物価の前段階で,です、ね、の経済がどう動いているかっていうのをです、ね、実は知る必要があるんですね。ね で金融政策あの物の値段というのはです、ね、この需要とその供給というこの2つのバランスで,です、ねまあ、成り立つと、ただ、供給側の要因というのはです、ね、なかなか金融政策でこう操作することができない、例えば国際的な商品市標がです、ね、こう悪くなったと、じゃあ、これ、金融政策がどうにかできるかできないんですよね。例えばその、あのね、あのこのコロナの問題で半導体の,そのですか、ねまあ、製造がで,す、ね、できなくなったと。 需要の方はですね、こは金融政策で,です、ね、こうコントロールできると、じゃあ,あくまでもこの今は物価が高いんでこの需要を減らしていくという形になって、まあ、それでまあ物価を落ち着かせていこうというのがです、ねまあ、アメリカがやっていることだし日本は、この需要自体は強くないと円安は確かに物価を押し上げているんですけども。 未来英語円安が続くわけじゃないんで、この円安の物価上昇は一時的ですし、まあ、商品指標もです、ね、大きく上がりましたけれども、今もうちょっと下がってきてますよねと、まあこ,んなまあ、こんな短期的なです、ね、こう値動きを持ってです、ねまああの、なんていうんですかね、えーとまあ、金融政策というのはです、ねえー、行わないということになるので、日本は相変わらず金融緩和的ということ、まあ、こういった要因になってくるのかなというふうに思いますじゃあ、この需要要因をです、ね、見ていく、まあ、いろいろな指標があるんですけれども、まあ、一番重要な指標って何だろうとっていうのがです、ね、この雇用情勢なんですよね。 でアメリカの方はですね、これ雇用が非常に強いという形になります。で、これあの左の,側のグラフはですね、これアメリカのその総賃金の推移ですね。要はアメリカの労働者の数に、えー、時給の単価、それと労働時間をかけてやると、これアメリカ人全体のまあ、労働者ですけども、まあ、給料ですねが出てくると。で、その給料の伸びっていうのがですね、賃金の伸びっていうのが、ね、まあどういう推移で表しているのかっていうのがこの赤いラインになってきます。 これ見ていただくとです、ね、このコロナの時に1回大きく落ち込んだんですけどもその後非常に高い伸びになってきていてで足元もまだです、ね、5%を超える伸びが続いております。 ようやくその金融引き締めの影響が出てきていてで、まあ、それによってです、ね、賃金の伸び自体はです、ね、徐々にこう落ち着いてはきているんですがただ、それでもです、ね、コロナショックが起きる前大体5%ぐらいの伸びだったんですが、まあ、それに比べるとまだ賃金の伸びが強いとで結局、賃金の伸びが強いということはあ、まあ、当然その所得が増えるので購買力が増すので、まあ、需要が増えるという状況になるので、まあ、アメリカはまだ金融引き締めが必要ですという形になってくると。 で、一方日本はというとですね。日本の方はこれ、あの。純粋にですね。これ、あの、決まって支給される給与、まあ、給与の額の平均値をですね、表していると。で、これ決まって支給される給与っていうのはですね。いわゆる。 基本給と残業代この合わせたものがこれ決まって支給される騎馬給というんですけどもまあその支給あの推移になってくるんですが足元その赤いライン正規労働者正社員のですね推移なんかを見ると2%近くまで伸びてきているということでそれなりにプラスにはなってきているんですがただまあ足元の,その物価の伸びに比べるとですねまだまだ賃金としては全然伸びてないですよねとまあ実質賃金で考えるとマイナスですよねという形になるのでまだその賃金の伸び 需要自体がその大きくないということが言えるだろうと。まあ足元ですね。この三月まあ春闘があって、まあ、春闘ではですね約まあ三十年ぶりのですねまあ高いまあ賃金の伸びっていうのがですねまあ今提示されているわけですけども、まあこの賃金のその伸びっていうのがですねまあ今後どれだけまあ広がっていくのかというのがですねまあ今後のその物価状況を見ていく上でもまあ注目されるのかなというふうに思います。 えすみません、長くなりましたの、ね、で、二つ目の質問させていただきます。えこんにちは、足元で起きている。アメリカ十年国債利回りの低下は、どこまで続くと思いますかということなんですけども、まず、これあの、政策金利とです、ね、アメリカの二年、十年の国債利回りを見ていると。で赤いラインがです、ねえーあ、青いラインがです、ね、アメリカの国債利回りなんですけども。まああの 銀行のです、ねまあ、シリコンバレー銀行が破綻したとかいう影響があって、まあ、国際機能はです、ね、利回り大きく低下したんですけれども、まあ、足元、まあ、ようやくその問題一巡してきているということもあって、まあ、下げ止まってきているのかなというふうに思います、まあ、ただその、じゃあここからまた上がるのかどうかと言われるとです、ねまあ、上がるのか下がるのかと言われるとです、ね、どっちに行くのかというのは非常に今、読みづらい状況になってきているのかなと。 このあのシリコンバレー銀行がですね倒産する前はですね私としては比較的やっぱり金利は上げる方向にあるとこれはあの昨年からですねこの黒いラインでこのアメリカの利上げというのが始まっているんですけれどもまあそれに伴って当初はですねこのアメリカの小規模さも失って上がってたわけですよねそれがまあ昨年のその秋ぐらいからですね利上げはするんだけども。 金利が上がが上らないといとう状況があってただ、利上げ続いているんだからいつか金利は上がるだろうと金利の方向性としてはまあ上昇する方向にあるんだよというのがです、ね、あのまあ基本的な見解であって今もそれ変わらないんですけどもただ、ちょっと最近ですねあのまあ上昇下落するリスクもです、ね、相応にま高まってきているのかなと特にそれを感じさせたのがです、ね、先週の,の FOMC だったんですけども。 あのこれ、えー、先週の FOMC で示されたその経済見通しなんですがこれ一番注目していただきたいのはあの実質 GDP 成長率の伸び率、まあ、2023年に0.4%成長予想になっていると。 昨年12月の前回予想から、ね、0.1ポイント下方修正されていてこの数字だけ見るとですね、まあ、たか々か0.1ポイント下方修正されただけで、まあ、低成長だよなっていう風な見方もできるんですがこれ、実は結構これ、大きな意味を持っていてあのアメリカってあの22年、昨年のです、ね、7、月期が、ね、3.2%伸びててで10、12月期は2.7%、まあ、非常に高い伸びが続いてたんですね。で 3クォーター4クォーターとこう高い伸びが続いていてじゃあ今年の1クォーターはって言われるとこれまだ13月期で終わってないんで結果出てないんですがこのアトランタ連銀が GDP ナウという統計を発表しているんですけどもこれ13月期の GDP の推計値なんですけどもこれ今,推計今のところですねこれ3.2%成長っていうふうに推計されてるんです。 で結局何が言いたいかというと昨年の7、9、10、12と高い成長でこれ成長の下駄を履くというんですけどもこの下駄を履いた状態でさらに1、3月期が仮に、ね、3.2%も,もう一段高い成長になったとするとです、ね、じゃあ23年の、ね、0.4%成長にです、ね、収束していくためにはです、ね、今年の2クォーター以降です、ね、2クォーター、3クォーター、4クォーター,ー,ターと,と平均でマイナス3.3%成長で落ちていかなきゃいけないんですね。 まあ計算上そうなるとだから結構その3四半期連続で3.3%マイナス成長って結構でかいんですよね。 当然こ基準の,の空論みたいなとこもあってただまあ計算しただけなんであのかなりこれ割り B で見る必要もあるんですがただやっぱり何が言いたいかというと FRB パウエルさんもそうなんですけども今までは割とですねこうアメリカの景気に対して決してその悲観的なことは言わなかったんですよねまああのやっぱりソフトランニングしていけるということ自信をにじましていたんですけども今回出たこのですね経済予測を見るとある程度 FRB が えこのことしのですねまあ2クォーター以降に急激にえ結構あの景気が後退するリスクっていうのをですね実はこの数字の中に織り込んでるっていうことがですねまあ見えてくるんではないかなとじゃあ今今利上げやってますとでまだ利上げ方向ですと利下げはしませんというふうにまあ宣言してるわけなんですけどもでもやっぱり景気に対する配慮っていうのもですねそれ相応にですね見ながらいると金融政策の方向性とは非常に難しいんですよね あのよく僕、例えているところとするとです、ね、今、アメリカの,その金融政策っていうのは、いわゆるその山のです、ね、こう尾根といいますかこう、稜線のところをです、ね、こう歩いているような形で,で、こっちに転ぶとです、ね、インフレが発散していって、まあ、要は金融引き締めが足らずです、ね、インフレが発散してしまうリスクがあると、で金利も暴騰してしまうかもしれないと、でこっちに転ぶとです、ね、今度、大幅な景気後退になってしまうと。 金利が下がるかもしれないんですけども、まあ、景気がですねボロボロになっていくということはやっぱり株価下げるとで。ずっとですねアメリカの金融政策というのは、ね、こう引き締めしてるんですけどもアメリカの金融引き締めってですねこれはあの言葉をです、ね、選ばずに言うと今 FRB というのはです、ね、アメリカの株式市場を下げようとしてるわけですよね結局。 2010年代っていうのはいわゆるそのゴルディロックスといわれる世界の中で比較的こう金融緩和をしながらこれは明確に株価を上げる政策をしてたんですけども今それ逆転してるっていうことは今 FRB というのは金融引き締めによって株価を下げようとしてるわけです。 でもそれをですね、うまいことこっちに転ばずこっちに転ばず、ね、インフレも発散させず景気も大きく後退させずと絶妙なこうバランスを取りながら混乱することなくゆるゆるとこう下げているというのがですね、今の金融引き締めだというふうふに思います。 でこちらですね見ていくと、これはあの、まあ、先ほどの政策金利とですねこの SP500 の動きなんですけれども、見ていくと、まあ、当然こう上下していったり、まあ、去年なんか結構ナスダック下がってるんですけれども、比較的利上げをしながらですね株価、確かに下がってるんです。下がってるんだけども、上がったり下がったり、パニックすることなく、今までは市場にこう,うまくコントロールされてるなというのが。 金融政策ななのかなと非常にこ難しいところを走っているんですけれども、まあ、どこまでこのおです、ねまあ、難しい局面をです、ねえー、パウエルさん乗り切れるかというのがです、ねまあ、当面の,その注目点になってくるのかなと、まあ、ただちょっと金利の方向性としては上行くかしていくかというのはどっちでも入れる言えるのかなというのが今の状況かなというふうふに思います。 で3つ目の質問ですね、こちら、欧米,米欧の銀行では、流動性に関する懸念が立て続けに発生していますが、日本はどうでしょうかと、ご回答をお待ちしておりますということで、これはあの、まずあの、アメリカではですねこの3月にです、ね、このシリコンバレー銀行、倒産しました、まあ、経営破綻しましたと、でもうヨーロッパではです、ね、スイスのクレディ・スイス銀行が、もちろん経営難に陥ったと。 いう形があってですね、まあ、これがまあその世界での金融システムにどういう影響を与えるかというのがです、ねまあ、マーケットちょっと片づい飲んで見ているところはあったんですけどもまずそのアメリカの事象がですねじゃあ日本でも起こりうるのかと、まあ、シリコンバレー銀行の,その経営難というのはもともとはそのアメリカの,その利上げによって国際価格が暴落して、まあ、その影響を受けて国あのまあ銀行が破綻したという話になっていたんですがこれ同じようなことがに銀あの日本で起きるかと言われると おそらくそういう可能性というのは低いだろうと、まあ、全ての銀行のです、ね、運用を見ているわけじゃないんで、まあまあ、当然、一概には言えないんですけどもおそらくやっぱりそのただ言えるのはそのシリコンバレー銀行の,その運用というのがです、ねまあ、かなり、えー、偏った運用をしていて、まあ、リスク管理が非常に甘かったという状況の中で起こったことなんでこれ特殊事例なんですね。 クレディ・スイスの件に関してもこれも長年、クレディ・スイスの中で起こった不祥事なんかもあって経営が非常に厳しくなったとこれも自分のところで起きた個別要因によって起きていることなのでこれも日本で起きるかと言われると起きるわけではないと今、ヨーロッパ、アメリカの銀行のことが日本で起こるかというのは直接的にこういうことが起きる可能性は低いというふうに思います。 ただそれによってです、ね、やはりそのアメリカの銀行に対するその信用が落ちるで、その信用が落ちることによってです、ね、流動性がひ逼迫するようなことがです、ね、起きるとこれ世界的なその流動性が逼迫したその影響を日本が受けるという可能性はです、ね、これはまあ,あり得る話だという,ふうに思います。 じゃあ,あの銀行の流動性ですを、ねまあ、見ていくためにはまあ何を見るかというところではあるんですけどもあのこれテッドスプレッドというものがありましてであのこれは3ヶ月もののです、ね、政府短期証券に対する、まあ、あ銀行間取引金利、まあ、これライボーというんですけどもこの3ヶ月どれだけスプレッド乗ってるかと。 まあ、あの当然これ上に上がるとですねこれ本来あるそのベースの金利に対して上乗せ金利を払わないと銀行間が取引できなくなるんでそれだけその流動性が逼迫しているという形になるんです。 があのこれ見ていくとですねこれあのちっちゃい方のグラフですねこれ見ていただくと確かにその今年し3月にですねその銀行の問題が起きた時にこのテッドスプレッド上昇してるんですよねで上昇することによって多,多少はですね流動性に対する問題っていうのはが起きたということなんです。 で今もですまだこれあの下がりきっていないんで、まあまあまあ、まだその安心しきれない状況にはあるというふうには思いますね。でただその、ただその大きい方のグラフですねこれ長期時系列で見たものなんですけども、まあ、見ていただくとですねこれ上昇したとはいえですねそんなに大きく上昇しているわけではないです、歴史的に見ると。 あのまあ、2020年、まあ、コロナショックなんか起きた時に比べるとです、ね、この山を全然まだ半分にも見てないですしまあ、してやそのリーマンショックが起きた時ですよねこれに比べるとです、ね、もうほとんど上昇しないのに等しいぐらいなのであの、まあ、リーマンショック級のことが起きればです、ね、それはやはりその、まあ、日本の,その金融システムもです、ね、非常に影響を受けてくるだろうというふうには思うんですがただまだ今はです、ね、こういうレベルにはないんだというのがです、ね、ここから見て取れるんだというふうには思います。 でまあ、上がる時はです、ね、一気に上がるんで、まあ、当然安心はしちゃいけないんですけども、まあ、ただでもこんなもんなんだなというのがです、ねまあ、今見て取れるところだというふうに思います。 ちなみにこのテッドスプレッドですねこれあの流動性を見るまあ銀行のですね調達金能を見る上で非常に重要なあの指標ではあるんですけれどもこれライブっていうですね指標がですね昔あったあのライブのですね問題があってこれちょっとこれ発表停止になるとこれ6月で,ですねこれ今のこのグラフというのは6月でですね発表停止になるんでまあ出せなくなるんでその後はちょっとどうしようかなとい今考えているところなんですけれどもまあそういった意味でだからこれの流動性のですねこういった指標というのは非常に重要なのでまあこういったところを見ていく必要というのがあるかなというふうに思います。 以上ですねま今回ですねご質問いただいた件について答えさせていただきましたどうもご清聴ありがとうございました